2丁目最強のバルク、アガセブンです。はい、今日はですね、足トレを取る予定なんですけど、何を使って足トレやるというとね、こちら、スクーターです。はい、で最近ね、バーベルしか持ち上げてなくって、トレーニングがね、マンネリ化してきたんですよ。なんで、新しい刺激としてね、バーベルを担いでいろんなトレーニング、スクワットだったり、ウォーキングランジっていうのをしていこうかなと思ってます。ということでね、1種目目スクーターウォーキングランジということで、ジムじゃなかなかできないけど、こういうね広大な公園だと余裕でできちゃうと、まあ、スクーターを担げば、まあ、それ多分スクーター多分80キロとか90キロぐらいあるんで、まあ、すごくいい負荷になります。でバランスを保ったりすることによってね、いろんな筋肉が使われます、動員されます。なのでこの種目は足四頭筋とあとケツ狙いでとてもいいですね。じゃあ2種目目次はスクーターダッシュします。乗らないですよ、担いでダッシュします。ということで今行った種目はスクーターダッシュということで、主に鍛えられるのはですね、足腰となんか周りからのね視線が集まってもそんなの関係ねえぞっていうね強いハートと、あと心肺機能を高めることができます。1分間僕あれ走ってました。いやなかなかきついですね。スクワットと同じぐらい鍛えられると思う。